ビンディーとティラカをした女性ビンディーは額に施す装飾。原則として既婚で、なおかつ夫が存命中のヒンドゥー教徒の女性がつけるものである。ビンディーはヒンディー語であり、その語源はサンスクリットで点を意味するビンドである。ヒンディー語では第二音節を伸ばすが、インド国外では伸ばさずビンディということもある。伝統的には硫化睡眠を含む赤い顔料。 スインドゥールで小さな赤丸を描く。近年ではそれを模したシールにとって変わられている。さらにもっと装飾的なシールやアクセサリーも多くなっている。ビンディーを施す位置は第六チャクラであるアージニャーで眉間の少し上である。ビンディーはしばしば2つの白号、シバなどの第三の目などと混同されるが、これらが同じ位置にあるのは 同じチャクラに基づいているからではあるものの、直接の関係は薄い。ティラカをした男性ファッション的な意味合いが強い。ビンディーとは違い、ティラカ、またはティラクは、宗教的な装飾である。色や形で信仰する宗派を示す。ビンディーと違い性別や既婚、未婚は問わず、聖職者や修行者に多いが、一般人でもつけることは多い。ビンディーとは別物であるが、混同されたり、 ビンディーがティラカの一種と位置づけられることもある。ありがとうございます。